ポケモンアルセウス一匹堂動画パート3やっていきましょう。今回の参加メンツはこちらとなっているんですが、ケムッソーいきます。こいつ PV の時点でヤバそうだったけど、本当に出てくるとは思わなかった。 PV というか告知映像的な、これ現実かよ。レベルはまあ低めか。風起こし、でもいて特殊かよ。毒針で早技行った方がいいのか。でも早技は確か追加効果の発生率も落ちてしまうのですよね。行きます。早技体当たり、まあまあ入ってるけど、これ全然威力足りなくね。毒欲しくなるな。毒針早技、それでも毒を入れておくれ。開幕ラスボスの予感。よし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 、偉いぞ。早技、風起こしからの、もしや、耐えろ。よし、いいね、毒。これ勝ったな。よしよしよし。毒の陰で一発攻略ですよ。いや、お前は強敵だった。この次も2体のやべえサナギがいるんだが、今回はどうなるかね。決着。今回は10匹なのですよ。では、次行こうか。またお前かよ、嘘だろ。どんな拷問だよ。まさか強くなってないですかね、これ。さっきレベル50だったんだが。やーべえ、特訓今度してねえんだわ。せっか。十分いて。どうしてくれんの、これ。鉄壁積もうにも、そう。頑張ってないから、さっきの答えと違って。まだ足が足りんということか。毒入れなきゃ勝てなくね？とりあえず早技で毒を入れたい。毒のダメージが一番でかいからな。入らない、悲しみ。でも石化しか使わないっぽいな。ですが何回も攻撃してくる都合、やはり毒針の毒が何としても欲しいですね。力技を打つとさらに電光石化で殴られるから、よしよしよし。でもここで終わりかな。石化2発でゲームセットなんじゃねえかな。許されない。でも防御頑張れば勝てそうですね。今回はマユルド君もあらかじめ頑張っといた方が良さそうかな。最善、対戦よろしくお願いします。いざゆかん。しかしまだタイプ不一致の毒針なので先手取れねえかな。さすがに取れない。せっか威力が全然違うぜ。まあ残念ながら愛も変わらず先制は取れないか。鉄壁、お相手のダメージをカットさせてもらうぜ。どすこい。これで少しのターンではありますが、硬いぜ。本当に急所に当たったら意味がないぞ。毒針早技でとりあえず毒を入れる。毒入れてくれよ、お願いします。偉くないですね。レンダー、相手があんだけ電光石火で殴ってくれてるからさ、是が非でも毒で削りたい。入らなかったら終わりだよね。どうやら電光石火しか使えんようですが、電光石火はデフォルトで2回攻撃になってくるからな。これこちらは一向に2回動けないんだが、電光石火の強さが光りますな。よし、守りの力がここで元に戻る。石火98から54、いい感じに削れてくれ。よし、いいね。ではゲームセットのドスコイ体当たり、やっとこれでサナギが片割れが終わったぜ。よし、結構ガンバレベル9まで上げたんでかなりきつかったぞ。そしてこの次はおそらくだがアゲハントとレベル70のムクホークになるか。やはりお前か。法則的には本当にレベル70で最悪ブレバまで打ってくるんだが大丈夫か。お、60のままだ。ではでは、やらせていただきますよ。しびれごな。外しちゃったー。もう終わったんじゃねえかな、これ。早技。風起こし。なんとも言えん。ちょいて、急所やめてください。急所じゃねえか。普通のダメージ。なあ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 、自覚ってもんが足りねえんじゃねえか、こいつは。終わっちまうじゃん。もうだって、やけくそやすらし。なんか急所に当たったら勝てるかもしれないだろ。行くぜドリア。
勝てたわ。何の茶番やねん。またお前か。今回はムクホークフェスですな。ガンマレベル6で止めちまいました。なのでどうなるかな。せっかなんとかの一つ覚えってやつだぜ、そいつは。とりあえず毒針で毒を与えてくれたらそれだけで勝てそうだから毒入れてください。頑張って。毒っぽい見た目だけど実はまだ虫タイプらしいぜ、マユルド。入らねえな。てかほんと毒針運ゲーだからな。いち早く毒入れてたらこれだけで決着ついてそうなんだよね。そらよ、えい、毒れ。なかなかうまくいかねえ。今回は負けかな。早技おお、3回も殴る。ヤズヤでさえ2回なのにな。残念ながらどうあがいてもこちら無理。だったらやけくそ体当たりしかあるまい。足りんでしょうけどね。いきまーす。これもしかして殴ってるだけの方が強いのでは。そうでもねえ。さすがにそうでもねえ。残念ながらムクホークに対しては毒を入れないと少々厳しいみたいですね。性格含めた厳選まですればいけるのかもしれないけど。あ、のぼりさん、ちょっとだけお久しぶり。5分ぶりだね。にしても過酷な試練課すよね、のぼりさんも。お前帰れよ、一緒に帰れよ。マユルド君が涙目だぜ、こいつは。さてさて、では通常毒針、もう確率を半分にしない。一発、おし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 、やっぱこっちの方がいいんじゃね。ターンも長いしな。電光石火でほら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 削っちゃうよ。早技172から135削っちゃうよ、削っちゃうよ。力技体当たりでギリってところですかね。突撃、そりゃ OK。 じゃあ次に毒ケールですね。さっきのアゲハントと一緒なのであれば、毒ケールは特防高いんでちょっと楽だと思います。なんでちょっと待って、なんで突然カラス入ってきたんだ。ちょっと待ってくれ。まあいいや、まあこんな時のプランでも問題ねえ。毒に弱いんだろ。ほら食らえ、力技からの毒の粉、お見舞いしてやる。確実に毒を入れてドンカラスを痛ぶってやるぜ。風起こしなのは変わってねえ。効かないねえ、毒でじわじわ。おっと、悪巧みはやべえでしょう。次の威力がとんでもないことになります。毒よし。まあ力技ですが、ここもうこれで終わりじゃねえかな。ベノムショック威力2倍、レベルの差もあってこれは耐えきれない。コンビネーション、対戦ありがとうございました。なんでここでいきなり。それだったらさっきのね、あいつマイルドの時点で変えてもよかったろうに。そうか、石化を覚えないのか。いや、完全に使い回す必要とは。おっと、まさかのポニータはミラーマッチでございますか。だったら元の実力がものを言うというか、美しい対面になってしまいましたね。お相手もまあまあやるようだが、催眠術いくぜ。おいや、まさかの炎タイプミラーマッチは想定できてないですね。ダブルアタック、次の威力を 1.5 倍にする。素敵な技。しかしそこを早技にしたら意味がない。なぬくぅ、なんてこったい。クソゲーがおっぱじまってしまった。力技もぶっ放してくる。スタミタコ、嘘やんえ、マジで。しかも全然動き止めてねえし、この野郎。まさかのレベル差覆す上りパイセン、マジやべっす。ガンマレベルの差ってのもあるだろうけど、ガンマレベルっていうのはおよそ3ごとにレベルが5から6ぐらいの違いだから、そうか、実質埋められているのか。いやね。さてさて、なんかすごい勢いでボコボコに殴られたので、ここはもう堅実に催眠術当てれば問題ねえんだよ。ほらよ、動きを止めろ。
向こうの方がフルコンボで決めてきたどん。動けないざまないね。スピードスター必中。おりや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 。いいね、急所でこれ早技ダブルアタック。どうやらポニータ君の基本戦術らしいな。だが早々動かれてたまるかよ。大文字焼き尽くす。暗い技の威力ボッカーン。ちょっと足りない、嫌な予感がする。スタヤミタッカー死ぬんじゃね。早技だから死ぬんじゃね。急所でよ、危ねえ危ねえ危ねえ。のぼりさんもこれには驚きだぜ。反動で自爆決着。でもこれ力技とかだったら死んでたよね。やはりミラーマッチか。残念だが今回は色違いではござらん。まあギャロップ君の色違いを手に入れたらポニータの進化は取り返しのつかないことになるからな。しかし今回はちゃんと抜群の技をこっちは覚えている。うわ硬い。ダブアタからのなんかすごく嫌な予感がします。ダブアタ催眠術。眠気ここ起きろよ起きろよ。おれよし。にしてもいやらしい攻め方してくるぜ。ですがギャロップになると3回行動はできなかったみたいですね。ではズバッと一族行きましょう。まさかのムックル、今回は余裕そうだね。よし、まあ洞窟のトリポケモン代表としてコウモリ代表として目に物見せたら、エアスラッシュ早技突撃。相手にならんでしょう。なかなかまあまあ強い。おっと予想外の立ち回り。しかし足が速いぜ、さすがズバット。急所粉砕。次力技打てばよかっただけなんで、どちらにせよってやつですね。今回はすごく楽なんじゃないかこれ。案の定ムクバードか。よろしく。まあ条件がほぼ対等であれば負ける理由はなし。こっちの方がレベルは高いわけだしな。というわけで安らしから入らせていただく。最後のズバッと一度かボーナスみたいですね。いい火力。にしても羽休めを好むね。倒しきれっていうことかな。ですがもともと早いズバッと一族にそれを仕掛けるのはまた同じ結果だぜ。最終試合もこんな感じだったらいいな。テンポ丸。ラストクロバットのお相手はムクホーク、本日5度目の登場です。よろしく。うちの虫さんたちがお世話になったようだね君。さあ親分個体をそのまま育成したやつなのでまあまあ強いぞ。おっと、もう2回行動できる。さすが元祖130族ポケモンですよね。元祖というにしては2世代ですが、やるやん。でもとんでもない技覚えてることに今気づいたよ。ドリアーな、なにと思ったが捨て身タックルしか使えないのかな。自爆技ばっかりだぜ。結末はそう、エンディングはちょっぴり切ない。というわけで今回の一匹堂無事10匹クリアですね。はい、いずれガンバレベルが上げられねえから今回は一旦ちょっと次回に回すぜみたいな時も来るんでしょうか。うん、ともあれ今回の10匹は終わりですね。次回はね、なんと大勢の方お待たせしましたになるのかな。図鑑を見てみるとですね、次の対戦相手というか一匹堂動画は V 図全員まとめていきますのでよろしくお願いします。 V 図解ですね。どうなるかな、なんか唐突にきつい相手が現れそうでワクワクしますね。お楽しみに。ありがとうございました。